オランダの PSV からドイツのアルミニア B フェルトへレンタル移籍し、これまで公式戦3合わせに先発出場している MF、ドーヤス市立。地元メディアらは早くも高い評価を受けている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、ブンデスリーガ上る組のビーレフェルトに加入した、ドーヤスは、今月14日に DFB ポカール、ドイツ杯1回戦の試合に先発出場、で新天地デビュー。続いて開幕したリーグ戦も2試合連続で、先発出場している。地元紙、ベ・トファーレンブラッドは30日付記事で、ドーヤスを、ビ、オランダ人、DF マイク・ファンデルホーンの新加入選手2人を高評価。遅れて、チームに、割った選手たちだったが、わずか、リーグ戦に見、で不可欠な2人になったと述べている。ドーヤスは26日に行われた、ケルン戦でも、好プレーを見せて、他と評した。守備と攻撃のつなぎ役としても、1での経験豊富な相手に対して、積極的に1対1をかけていく選手としても良かった。小柄な日、人選手は頑強で、楽しそうで、いつもプレーの備えができていると述べ、交代した際には観客からスタンディングオベーションもあった、振り返っている。チームも1勝1分けで無敗と、ここまで昇格組としては順調なスタート。今週末は、大迫勇成の所属するブレーメンと対戦し、10のインターナショナルブレイク明けには王、バイエルンミュンヘンに挑む。両。